ドイドご飯の時間が来ました。イエイイエイ。はい、今回ですね、はい、神奈川県川崎市までやってきました。はい、今回は家系ラーメン、うん、前からずっと行ってみたかった川崎屋さん、うん、やってきました。やってきました。行きます、ゴー。じゃん、ラーメン川崎屋行きましょう。
はい、ということで食べました。ごちそうさまでした。あの自分は最初チャーシュー麺にしたんですけど、かきわかめと、ああとなんか煮卵をトッピングみたいな、うんうん、なんかスペシャル ラーメンみたいな、あ、そうなの、なんかあって、ね、そっちにしようと思ってそっちに変えてもらいました。あ、そうなんだ、うん、なんかすごい豪勢だなと思って、そう、なんかいいなとか思って、この茎わかめって合うのかなと思って初めて試してみたんですけど、そうだ、ね、うん、まあ結果ほうれん草の方がやっぱり美味しいですね。あ、そうなんだ、うん、わりかし茎わかめ自体そんな味がついてるわけじゃないんで、うん、食感はねやっぱりいいですけどね。あ、そうなんだね、うん、そんな感じで、ほうれん草うまかったよね。うまかった、うん、ね、うん、でもあの麺のちょっと、あ、みんな固め、固め、固めのあの食感が、ね、うん、結構好きだったよ、うん、あと鶏感がすごい強かったですよね。強かったね。自分はなんかクリーミーとは感じなかったけど、うん、さっぱりめだけど鶏があの強いのは思いました、うん、あと油多めがね、うん、すんげえ多かった、うん、確かに、うんうん、でも油のそのなんかチーがとろ、あの何、重い、重め、とろみがあるチーもありますけど結構サラサラしてて、うん、チーの厚みの割にはさらっと飲めるスープでした。あ、ほんと、うん、私あの紅生姜珍しいなと思って、うん、トッピングをして、うん、でやっぱりこう口元がさっぱりするっていうのと、うん、こうシャリシャリした食感がすごく美味しくて2回おかわりしました。 あんまり家系で 見かけないトッピングなんで、そうだね、確かにちょっと試しました。なるほどね、はい、自分はもう目もくれないんですよね確かに、うん、そうだね、そう、昔ね若い頃はね、うん、結構生姜入れていろいろしてたんですけどと言ってた自分は今日ね、あのニンニクを一さじ入れたんですよ、うん、そしたら今日のスープにニンニクかなりに相性いいなと思って、うん、2杯入れました。あ、うん、酢はちょっとあんまりこうそんなに効果的じゃ今日の自分にはなかったけど、ニンニクはね効くと思いました。なるほどね、うん、はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました、はい、ありがとうございました。それではまた。